スウェーデンの息子海軍基地に入港する駆逐艦、HMS スンツバルロシアのバンカー号マイナス42。アパートに偽装されているが、中身は対角攻撃用のコンクリートでできており、地下防空壕の入り口となっている。ベトナム戦争でゲリラが使用した口の地下道の入り口秘密基地とは、一般には秘密となるように建設、または設置された基地のことを指す。地形を利用したり、 カモフラージュを施したりして建設する大掛かりなものからアパートの一室にそれとなく入ってしまうものまで様々な規模のものがある。また子供の間で部外者に知られたくない秘密の遊び場の意味でこの語を使うことがある。現実世界では軍事組織、情報機関、過激派等の秘密の活動拠点という意味で通俗的に用いられる。ここでは 当事者が広く知られたくない活動が行われる。具体的には、極秘技術の開発、民兵組織、スパイの育成及び活動、長期間にわたる監視、情報活動、外部からの逃亡者、犯罪者をかくまうなどであるとされる。有名なものとしては、高度経済成長期の日本において、極左暴力集団が、テロ活動の拠点とした、いわゆる、非公然アジトがある。 これらの形態は、資金力等に左右され、大は巨額の資金をかけ大掛かりに建設しているものから、章はアパートの一室に設置しているものまで多種多様である。スーパーヒーローが登場するフィクションにおいては、ヒーローの側の秘密の活動拠点、あるいは逆に悪に分類される側のそれを指す言葉として用いられる。基地の形態としては、 カモフラージュされた巨大な地下施設であったり、外部からそれとわからないように一般のオフィスなどが改造されていたりするものも多い。世界的に著名な作品における秘密基地には以下がある。フィクションにおける秘密基地は子供心に強く訴える魅力があり、日本では一般家庭にまでテレビが普及した1960年代頃から模型化されてヒット作となった。 ただし、最上級の大型キットは子供にとっては、高額なため、実際に購入したものは、比較的少数で、どちらかといえば、高値の花だが、いつか入手したい憧れの模型として語られる存在でもあった。代表的なものとしては、サンダーバード秘密基地、スペクトラム基地等の SF 作品が多いが、中には、A 代のドイツ軍秘密基地のような、 ジオラマ基調のミリタリースケールモデルも存在した。ブランケットフォートスノーフォートこの場合における秘密基地は蒸気に掲げるものを模して子供たちが作る秘密の遊び場を指す。仲間内では大人や部外者へはその存在や場所を秘密にする約束が交わされることも少なくないが必ずしも秘密であることにこだわらず大人から見れば単に彼らが集まる場所に過ぎないことも 多い。このような秘密基地となり得る場所は、公園の隅や基地などであるが、秘密基地という、周囲には知られたくない気持ちをより消化すべく、廃墟となった建物、工事現場、資材置き場などといった、いわゆる危険な場所に作ることもある。これは、危険な場所に立ち入ってはならないという禁忌を犯すことで、快感を得るという意味もある。地域によっては、若歌手宿のごとく、 子供を社会的に成長させるため、子供にさせられないように大人が管理するものもある。また、屋内の狭愛な場所、例えば、押し入れ、難度、倉庫や土蔵などに一人または、兄弟で作ることもある。アメリカの少年の冒険と仲間たちの友情をテーマに、下、映画、スタンドバイミーでは、木の上に秘密基地があり、カードゲームに興じたりする場面が描写されている。 また、同じく、トム・ソーヤーの冒険では、洞窟の中に秘密基地を作る設定になっており、内部には、金貨や武器弾薬や子供の玩具があり、誘拐した人質を遊兵するトムの未来の夢もある。また、20世紀少年、大地光クラブなど、秘密基地自体が、キーワード、舞台として登場する作品もあるが、この2作品は秘密基地が作った本人たちに悲惨な、 結果をもたらしてしまう特徴がある。探偵。ナイトスクープ2011年1月28日放送分では、大阪の男子小学生から届いた秘密基地を作りたいという依頼が採用された。高槻森林観光センター内の敷地に、桂斎探偵や、公務店の職人らの協力のもと、現実に秘密基地を作った。ありがとうございます。